衛装備庁が、ついに、レールガンの洋上射撃試験で成功との発表。今回は、レールガン世界初の洋上射撃試験成功を詳しく深掘りしていきます。アメリカでさえ断念しているレールガン開発、日本が世界をリードする時が来ましたね。日本がアジアのシリコンバレーへと変革している中、新たな発電システム開発も進んでいます。中国も現在ガラパゴス化しています。今まで各国から盗んできた知識が入手困難になり、経済も崩壊です。そういえば、学術会議の中国メンバーは排除しないといけませんね。2023年10月17日に、日本の防衛装備庁は、開発中のレールガンを、実際の海上自衛隊の艦艇に搭載した形での洋上における発射テストを行ったことを公表。レールガンとしては、世界に先駆けた取り組みとなった。今回の試射テストにおいては、その発射時の状況を収めた短い動画も SNS 上で公開されているが、レールガン自体しか映っていない絶妙のアグルで、海上自衛隊のいかなる艦艇へ搭載したのかは伏せられている。公開された動画は、洋上で発射されるレールガンの発射時の銃口部付近のみを左右、斜め右下、上の4つ視点から捉えたもので、艦艇の種別がわかるような映像は一切映り込んでおらず、特定は困難だろう。レールガンは、弾丸を従来の火砲塔のように火薬を使用して撃ち出す仕組みではなく、電気を用いて、電流をレール上に流すことによって電磁気力を発生させ、その力で打ち出す手法を用いた兵器である。従来の火砲と異なり、火薬等の爆発力を利用して弾丸を打ち出すものではないため、今回 SNS 上に公表された動画においても、銃口部が発射の反応で動くような様子もなく、極めて静かに動作しているように見える。レールガンは、これまでに日本以外でもアメリカ、ロシア、中国、トルコなどが開発を推進しているとされてきたが、最も先行していたとおぼしきアメリカは、2021年に開発の中止を公表するなど、取り組みにばらつきは生じている。アメリカがレールガンの開発中止を発表したことで、その実用化を危ぶむ声も聞こえていたが、今回、日本は、なんとか洋上での発射テストを成功させたことで、その実用化が現実味が帯びてきたと言えるのかもしれない。日本では昨年2022年末に海底の上で閣議決定された防衛力整備計画の中に2023年度分の防衛予算に238億円のレールガン開発に向けた費用を計上していた状態で、早くもこの投資の成果を反映させた形となった。日本におけるレールガン開発の道筋は、まず小口径のレールガンで実用化を実現した後、次に中口径のレールガンの開発を推進する二段構えで進められる予定とみられ、今回は第一段階の小口径であったと考えられる。日本ではレールガンを陸上の特定の場所に固定設置するものと、今回の発射テストのように艦艇に搭載するものとの二つの用途で実用化を目指しており、現時点では2027年を目標に開発を進めている段階である。防衛装備庁では、電磁気力を利用して弾丸を発射するレールガンは、従来の火薬を用いた砲と比較して、弾丸の発射速度を極めて高速にすることが可能になると見ており、その特性を活かした活用法に期待を寄せている。具体的には、防衛装備庁では、レールガンにおける弾丸の初速を、秒速2000メートル以上とする目標を掲げており、これは、例えば現在の火砲の代表例である、戦車砲の 120mm 砲弾が、およそ秒速1750mほどであることより、はるかに高速である。すでに、防衛装備庁では、陸上の施設内におけるレールガンの発射テストは、これまでにも行っているが、そこでは、弾丸の初速が、秒速2300m弱をすでに達成しており、掲げる目標値が現実的であることは証明されている。では、こうした物理的なレールガンの高初速な弾丸を、いかなる用途に用いることが想定されているのかといえば、敵のミサイルを迎撃する手段としての対空、防空兵器としての用途や、敵艦や対地攻撃用途が挙げられている。
個人的にはいかにレールガンの弾丸が高所速とはいえ飛来する敵のミサイルを迎撃するためには弾丸自体は未誘導であると思われるため敵ミサイルの軌道をいかに正確に把握して発射するのかが問われるのではないかと感じる。このあたりの部分は今後ますます高速化が予期される極超音速兵器をいかに捕捉するのか等しレーダー等の周辺機器との素早い連携が必要になると思われ、そう簡単に解決できる問題ではないのではないかとの疑問もよぎる。逆に敵艦攻撃や対地攻撃用途を想定した場合、その弾丸の高所速を生かした昇降系ながら比較的威力の大きな攻撃手段の一つとして利用できる可能性は高いのではないかと思え、そちらの実用化の方が早いようにも感じられる。いずれにせよレールガンでは先行していたと思われるアメリカが、イギリスの BAE システムズ社等と進めていたその開発を諦めた大きな理由は、運用に必要な大電力の供給と射程の短さがネックとされたと記憶している。これらの課題個人的には若干の違和感を感じていた。しかしこれは防衛装備庁が公表しているレールガンの研究過程を変える電気の力という資料によって、一貫してレールガンが射出する物体を弾丸だと表記していることに倣ったものであると推察することができる。このレールガンの研究過程を変える電気の力という資料では、レールガンを電気の力を利用して弾丸を発射する将来砲と記述しており、火薬を使用する火砲と比して非常に高速な弾丸初速を実現するものと定義している。よってそこではレールガンの特徴を前述したように、1秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能に電気使用のため弾丸初速の調整が可能で火薬より安全、3弾丸自体が小型で探知や迎撃が困難だとしている。1の秒速2000メートル以上の極超音速で弾丸を発射可能という点はこれまでにも記述してきた通りだが、2の弾丸初速の調整が可能で火薬より安全という点は電気を用いることで生じる大きな利点であろう。火薬を砲弾の推進力として使用する従来の火砲は、例えば戦車砲の場合、44口径 120mm 滑降砲よ、ルル、55口径 120mm 滑降砲が長射程であるというように、重心長が物理的に長い方が砲弾をより加速させ長射程高威力を実現させる。これがレールガンの場合、電気をエネルギーとして弾丸の発射に用いるため非常に瞬発力が高く、短い砲身であっても極超音速に到達する速度で弾丸を発射可能で、かつ電力の調整でその性能を容易に制御できるとされている。こうした電気を弾丸の発射に用いることの利点は、言うなればガソリン等の内燃機関のエンジンを搭載した車と電気モーターで駆動する車との特性の違いとよく似ており、後者が出だしから高い出力を発揮できることを想起させる。また通電させる電気の量を調整することで弾丸の初速を制御できるということは、状況に応じて電力消費量を抑えられることを意味し、ある意味汎用性の高い運用が実現できる可能性を示唆するものとも言えるだろう。日本の試作段階でのレールガンは口径 40mm、 全長約 6m、 重量約6トンの砲自体から全長約 160mm、 重量約 320g の弾丸を総エネルギー 5MJ で 8.5kV の電圧を用いて発射する仕様となっている。 40mm という口径は現状における海上自衛隊の護衛艦が搭載している火砲が主として 76mm や 155mm であることに比すれば、まさに艦砲というより機関砲に近い小口径であり、
効率的に運動エネルギーを活用するものだと感じられる。この 40mm 口径が小型のレールガンであると考えると、今後の中口径というものがどの程度の大きさを想定しているのかが気になるところではあるが、現時点ではそれについて判断できるような情報はまだ見当たらない。今、海上自衛隊で最大規模の出雲片護衛艦に F-35B ライトニング 2B を艦載機とする航空母艦化の改修工事が進められています。出雲片護衛艦のベースとなり先行して建造されたヒューガ片護衛艦では航空母艦化改修ができなかったのはなぜか？ヒューガや伊勢はドローン空母化計画して中国への圧力を増す作戦がいいような。中国もドローン空母を計画しているとの話も。日本の技術力は衰退と言われる方は多いですが、実は世界屈指の最強技術をいくつも持ち合わせています。秘密兵器量産へ。2023年現在、海上自衛隊が保有する中で、最大規模の艦艇といえば、1番艦の出雲と2番艦の加賀の2隻を含む、出雲片護衛艦で、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す DDH という艦首記号が付けられています。出雲片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートル、スクリュープロペラ ×2 軸、搭載能力は最大14機の艦隊を持っている。しかし、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は14機と、決して多い台数ではないが、海上自衛隊の艦艇では最大の規模である。出雲片護衛艦の主機関は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを、コガグ方式で、2機ずつ4機搭載しており、1機あたり2万8000馬力あり合計で、11万2000馬力で、最大速力30ノットを誇ります。また、電源装置として、オモ発電機が4機搭載されており、合計で、1万4000キロワットの供給が可能で、原動機は、機関部と同じく、ゼネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを搭載しており、護衛艦としては、初めて、全艦電圧 6600V の高圧配電方式を採用しています。出雲片護衛艦は、ヒューガ型と同じく、全通式飛行甲板上の右舷側に、上部の建物を集約化された環境を備えています。この全通した飛行甲板のサイズは、長さ245メートル、幅が38メートルと艦艇のサイズとほとんど変わりません。ヘリコプターの発着スポットが5つ設定されており、最大で14機が艦内格納庫に収容可能で、夜間でも発着できるようにライトが埋め込まれているなど、ヘリコプターの運用に重点を置いていることから、収益時から国内外ではヘリ空母と分類されています。この全通式の甲板には、第1、第2格納庫、及び整備用の3つの格納庫が設けてあり、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが最大14機格納できますが、実際は SH-60kg 哨戒ヘリコプターを7機と MCH-101 輸送、救難ヘリコプターを2機での運用となっています。出雲片護衛艦は、もともと多任務艦としての機能が要求されていたため、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している総発で、
大型の CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていました。この大型輸送用のヘリコプター CH-47J でさえも艦内に収容できるように配慮されているということからも、出雲、潟護衛艦がどれほど大きいかということが想像できます。その巨大な艦艇の格納機に収容可能な航空機のサイズはというと、まず SH-60kg 哨戒ヘリコプターが全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 5.4 メートル、全備重量 16,650kg。 そして MCH-101 輸送救難ヘリコプターは全長 22 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.6 メートル、全備重量 14,600kg。 CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌークは全長 30.18 メートル、全幅 18.29 メートル、全高 5.69 メートル、自重 178,352kg です。それらの機体を格納庫から昇降させるエレベーターが、出雲・潟護衛艦には、迷子に計2機が備えられており、全部は、インボード式で、後部は、環境後方右舷のデッキサイド式で設置されています。全部のインボード式が、長さ20メートル、幅13メートルで、後部のデッキサイド式が、長さ15メートル、幅14メートル、耐荷重が、30トンで電動油圧制御方式を採用しています。現在、改修工事が進められている出雲・潟護衛艦の伊豆、元、加賀に短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能になり、その大きさは長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強の規模です。日本が調達を進めている F-35 ライトニング II とは、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機で、日本を含む西側諸国が唯一調達可能な機体です。設計や建造を開始した時点では、出雲・潟護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは決定されていなかったわけですが、浸水直前の2013年7月には、艦載機としての配備、運用も、視野に、F-35B の導入が検討されている旨をマスメディアが報じましたが、当時の防衛省は事実を否定していました。しかし、出雲・潟は、設計段階から、将来の F-35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが推察され、先見性を感じられます。そもそも、海上自衛隊では、航空母艦の保有を目指していましたが、その当時、専守防衛を掲げる理念の元海上自衛隊が航空母艦を運用することについては、政治的にも批判を受けることについて危惧していたのでしょう。こうした政治的な状況で、日本が足踏みをしていた頃、中国は、国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化とともに、勢力を拡大させ、活動範囲を広げ、軍事的な圧力を強めていました。このような日本の置かれた安全保障環境の危機感から、航空母艦化計画がついに実現することになりました。これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは時代の変遷と言えるでしょう。2010年後半になると、出雲・潟護衛艦の航空母艦化改修が本格的に検討され、2017年には建造業者であるジャパンマリンユナイテッド社へ、航空機運用能力の向上に関する研究が委託され、改修工事事業に着手しました。出雲・潟護衛艦に、無人航空機とともに、F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定した研修も行われたようです。そこで、本艦での将来的な運用を視野に入れて、2018年12月に閣議決定された防衛計画の大綱では、STVL 機を運用できるように本艦を改修することについて明記されました。そこで、攻撃的な兵器である、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦は保有しないとしながらも、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、日本政府の見解が示されました。しかし、日本政府は、
出雲・潟子栄艦の航空母艦化の改修工事が終了しても、F3 ゴライトニング 2B を艦載機として常時の運用はしないと明言しており、従来通り対戦ヘリコプターを搭載し、F3 ゴライトニング 2B と併用して運用するとしています。出雲・潟子栄艦の航空母艦化改修工事ですが、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手し、1番艦出雲、2番艦加賀、が、5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて改修工事が予定されています。まず、具体的には、1回目の改修で、全通式飛行甲板に、F3 ゴライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱にたまられる特殊な塗装を施し、耐熱加工や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられることが決められました。航空母艦化改修工事と並行し、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F3 ゴライトニング 2B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では、F3 ゴライトニング 2B を、総数で、42機の導入を予定しています。F3 ゴライトニング 2B 型が最初に配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新連丸ニュータバル基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された、出雲型に艦載され、2024年度からの運用開始を目指しています。日本で、初めて、航空母艦化の改修工事を進められている、出雲潟子栄艦ですが、このベースとなり先行して建造されたのが、海上自衛隊初の全通式甲板型護衛艦としてヘリコプター搭載護衛艦である、ヒューガ、潟護衛艦のヒューガと伊勢の2隻です。ヒューガ、潟護衛艦の大きさは、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルです。排水量の比で言えば、出雲型護衛艦のおよそ 70% 強です。出雲型護衛艦も、ヒューガ型護衛艦も、同じく、全通式の飛行甲板を備えており、空母といった外観ですが、飛行甲板から格納庫を結ぶエレベーターは、どちらも、前後に、それぞれ合計2機設置されており、インボード式が採用されています。ヒューガ潟子栄艦のエレベータは、やや小型で飛行甲板上にあるので、F3 ゴライトニング 2B の運用が困難なため、出雲型のように、ヒューガ、潟子栄艦に航空母艦化改修を行うには無理があったと考えられます。お、隅型輸送艦の代替艦に、伊豆、元、加賀の F3 ゴライトニング 2B 戦闘機運用の実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。2023年10月19日、中国メディアの新民番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、
日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の大鯨型潜水艦の4番艦、雷鯨が、2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式、及び進水式を実施した。雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は、第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものである。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。機構は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だ。これを受けて、10月19日に、中国メディアの新民番号は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が進水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の大鯨型潜水艦は、前としたフランス海軍が運用するリュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろう。また、機動性や探査能力が、同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨には、より、出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は、原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても、雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民番号では、上海政法学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、雷鯨は、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。雷鯨の外観形状は、従来の、そう、流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレー、側面アレー、曳航アレーなどのソーナー装置、TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、雷鯨は、日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は、
原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら、改善すべきマイナス面を、すべて力技で隠しているような感じだ。逆に、言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。太平洋型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷芸は探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力戦では圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、チェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていた。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上するとみられる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめ、インド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。